はい、元上場会社社長のゆるゆる株式投資日記です。こんばんは。今日は9月30日月曜日でございます。恐怖の月曜日ね。今日はね、皆さんね、恐れおののいてたでしょうね。一時期2000円以上下げたみたいですね。でもまあ終わったらマイナス1910円ということで。まあ、ほぼ 5% 下落ですね。相当嫌がられてますね。ね、石破さんね。というようなまことでございますけれども、まあ、負けた正直ですよね。それで、まあ、ちょっとその話はまあ、後でやるとしてですね。今日私、久しぶりにマダムのところにね、涼しかったんでね、21、2度だったんですよね。なんでまあ、ちょっと、今日も長袖ね、シャツは長袖着て、うん。去年、おととしでしたっけ、買ったラルフのね、シャツがあったんですけど、どうもね、お腹がこう出ててですね。なんかこうちょっとこう、ボタンのとこが突っ張ってんですよね。あれはね、悲しいっすよ、やっぱね。まあ一応セールで買ったんですけど、それでもね、去年はまあ大丈夫だった。ちょっとね、お腹なんとかしなきゃいけないですね。あ、それでコロナの方はね、ちょっとこう、うん、まあ、非常にこうなんか体調がいいって感じにはまだなってないんですよ。なんかこうちょっとじわっとあるんですけど、やっぱ年ですよね。だからそのスパッとこう治らないんですけど、なんか抗体というのがなんかあるんでしょ。ほんでなんか私の知り合いの方は抗体が1000あるとか言って、1000はすごいなって。私なんかまあ多分2、300しかないんでしょうね、きっとね。だからまあちょっとこうなんていうんですかね、まあこう風邪の治りかけみたいな感じの、がね、ちょっと続いておりますけれども、まあだいぶ声もね、きちんと出るようになって、まあよかったですね。ご飯はね、食べてます。しっかりね。今日マダムとかでね、しっかりご飯食べました。今日マダムとかですね、写真ないんですけど、撮り忘れたんですけど、豚バラとですね、玉ねぎのね、こう塩炒めね、そういうのでね、すごい美味しかったですよ、はい。で、声優の前の花屋さんね、今日ちょっと綺麗だったんで撮りましたね。これはね、カランコエと言いますね。綺麗でしょ?なんかね、赤と黄色とね、いいかなと。で、これなんか、こっちにあるやつはなんかクローバーらしいですね。赤葉クローバーとかね。こう、小さいクローバーですよね。うん、まあいいんですけどね。四つ葉のクローバーとかね。探してましたよね。四つ葉のクローバー、なんとかっていうのが、そういう歌がありましたよね。ね。フォーリーブズみたいな感じでね。それからですね、これがですね、ユーパトリウムっていうんですか。割といい値段ですね、1200円ね。なんかこう、ゲジゲジっとしたような、お花ですね。まあ花もいろいろありますね、本当に。それからですね、青リンゴね。面白いですよね、ここね。青リンゴ。これはなんかしかし、かぼちゃっぽいですけどね、これはね。これが青リンゴでしょうね。食べれるんですかね、長野からって言って。酸っぱいでしょうね、きっとね。渋かったりしてね。よくわかんないですけど。これはまあどっちかというとあれでしょ?観賞用というかね。そういう感じじゃないですかね。はい。まあ、そんなことで。ちょっと綺麗なね、ものをね、撮ってきましたね。なんか声優の前撮るとですね、柿ね。柿食えば、金が鳴るなり、法隆寺の柿ね。柿がもう出てますよね。私柿意外と好きなんですよ。ですけど、まだちょっと小さいですよね。大きな柿がないですよね。はい。で、今日のラブちゃんでございますけれど、ラブちゃん堂々としてますよ。ぐわーっと。ね。うん。昨日ね、夜ちょっと吐いたんですよね。たまに吐きますね。一生懸命ね、こう、ティッシュで片付けてね。で、ラブちゃん。今日は、おやつあげてません。ね。今日ね、朝ね、バサーっと乗ってきたんですよ。なんでだろうと思って。したらご飯がなかったんですよね。あ、さすがにお前いい加減に起きろみたいな、うん。ちょっとね、体調がこう思わしくないですからね。なんかへんてこりんな寝方してんですよ。もう夜中の3時に起きたりね。で、しばらくこう YouTube 見てて。また眠たくなって寝たりしてね。で、ラブちゃんのご飯やるのね、忘れてたらごめんね。ピンクだね、鼻がね。かわいいっすね。すごいですね。やっぱ野獣ですね。肉食獣ですね。ラブちゃん。はい。ということで、まあ、癒されましたでしょうかね。はい。で、その、ね、懸案の日経平均株価なんですけど、まあ、想定通りね、えらい下げまして。
すごいんですよ、これ。ここら辺ですかね。ここら辺かな。まあ、2000円ぐらい下げてるんですよね。まあ、しょうがないですね。だからね、というようなことでございましてですね。まあ、ここで止まっただけちょっとマシかなとは、私思うんですけどね。まあ、まあね、明日も下げるかもしれないですけど。ただまあ、ちょっとこれ全体見てみるとですね、為替も142円台で、まあ、とどまってますよね。ちょっとまだ、どういうことになるのかな、みたいな。まあ、まだね、疑問っていうかね、マーケットにはこうちょっと判断がつきかねるとこあるんでしょうね。今、そうですね、CME の先物なんか見てみますと、上げてますね。まあ、3万8000の今日も攻防でしたもんね。そんな感じでございます。あ、でですね、私ですね、これ石破ショックですよね、これ。はいね。なんですけど、って言われてるんですけど、岸田ショック、それから上田ショック、石破ショックとかショックが続きますよね。しかしなんか、小粒なショックですよね。まあ、やっぱでも日銀のやつが一番でかかったですよね。で、石破の方はですね、意外とあれですね、ちょっとまあ、最終的には岸田さんが、ま、結局キングメーカーになったと、言いましたけど、まあ、そういう論調がこう出てきてますよね。それで、まあ、菅さんが副総裁ですかね、なってるでしょ。で、ということはですね、で、加藤勝信さん、まあ、アベノミクス時代の方が財務大臣入ってますよね。それで、まあ、全体的にですね、なんかこう、固められてるんですよね。型にはめられてる。石破は、早い話が、高市早苗を、トップにしたくないがための、単なる、操り人形かもしれないと。ね。石破が言ってることが、そのままね、政策として、実現するかどうかわかんないと。そういうふうにどうもマーケットを持ってる可能性が、これちょっとありますね。そういうことで、まあ明日ちょっと上げるかもしれないですね。はい。それからですね、10年債の利回りですけど、0.855 ということで変わってないですね。それから、日経 VI の方はちょっと上げてますね。6.49%。で、28.23。まあ割と高いですね。うん。恐怖ありますね。それからですね、昨日の、じゃないや、金曜日ですね。金曜日の、ニューヨークなんですけど、ダウがですね、プラス137ドルということで。まあなんかずっといいですよね。ダウ。それから、まあナスダックはちょっと下げてますね。それからナスダック100も100ポイント下げてますね。S&P 500はまあほぼ変わってないですね。で、今、先物を見てみますと、結構ダウ上げてますね。ナスダック100も上げてますね。うん、まあいいですよね。はい。そういうことでございます。で、ユーロドルは 1.119 ということで、まあ変わってないですね。で、ドルインデックスね、100.28、ここまで来ましたよね。まあこれはもう円高ですね。これが効いているということですよね。まあほぼほぼもう何度も言ってますけど、ドルはまあその他の主要6通貨に対してですね、まあフラットですよね。高くもなく安くもないというところに来てるんで、まあこの辺が居所じゃないですかね。で、原油ですけど68ドルということで、まあ安いですね。うん。いいと思います。それからビックス恐怖指数ですけど 17.16。やっぱアメリカ低いですね。いいですよね、本当に。それからですね、ソックス指数ですけど、これマイナスだったんですね。93.27。このソックス指数が下げてるっていうのもね、ちょっと今日の株価に、まああんまり影響、まあね、やっぱり石破ショックですね。石破。参ったな、みたいな。まあ防衛費を賄うのに、何ですかね、法人税増税をやると。なんかね、よくわかんない。理屈がよくわからないんですけど。そうですかね。だって、防衛って国民全体ですからね。で、増税するなら国民全体っていう話にならないと、なんで法人税だけ上げるのっていうよくわからない論理を展開してるんですよね。でこれは半分こびてるんですよね。半分こびてる。それで、半分こ、なんかね、共産党が言いそうなことですよね。どっちかというと。からまあ変な人ですよ。もうあんまりね、言ってることに整合性はないんですよ。だからもう、そんなの分かってんですよね。要はその、自民党の実力者、まあ麻生さんもね、なんか、最高顧問かなんかなったでしょ。とにかくね、長老たちが固めてるんですよね。で、まあ石破のね、
なんかよくわからないことをいろいろぐちゃぐちゃ言っている。ああね、その通りにはさせないというようなことかなっていう感じが漂ってます、今ね。ははね。解散もね、あれですよ。10月解散しないって言ってたんですよね、もともとね。それから、あれでしょ、補正予算の話も出てますよね。どこ予備費でやるって、石破は言ってましたけど、全然、補正予算やるみたいですね。なんかそうしないと、能登のあの惨状ね、やっぱ大きなお金つけないと、大変ですよね。なんかね、地方が大事とか言いながらね、予備費で、みたいな。まあ、とにかくどうでもいいんですけど、まあ、とにかく、いろんなことをですね、岸田さんからね、とにかく、あれですよ、決選投票で勝つのに、とにかく岸田さんの、その、路線を、岸田路線を継承すると、言った段階でですね、もう、要は、石破さんにはもう、この人のフリーハンドでも、あんまフリーハンドこの人ない方がいいですよ。ぐちゃぐちゃですから、言ってることが。なんか、アジア版 NATO とかね。なんできるわけないじゃないかと。NATO って。ねえ、お互い、だって、あれですよ。自衛のための、防衛出動しかできないですよね。それは NATO っていう話になってくると、フィリピンでなんか、例えばフィリピンとも一緒にね、入った場合、フィリピンで何かあった場合って、やっぱ自衛隊出ていかなきゃいけないと、それ憲法の改正が必要ですよね。ぐちゃぐちゃ、はっきり言って、言ってることがね。あと、まあ、そうですね。地方創生が、銘柄として注目されるとかなんか、書いてましたけど。うん、まあね、地方創生ね。なんか、全国一律1500円にすると。最低、賃金を。大丈夫ですか？ほんと。そんなことしたら、中小企業いっぱい潰れますよ。ほんとね、よくわかんないですよね。ということでございます。はい。それでですね、ニュース、他にはですね、日米の地位協定の改定ね、アジア版など、総裁指示あれば議論。小野寺自民党政調会長。まあ、議論はするんでしょうね。議論はね。まあ、難しいっす。はい。それから、あれですね。あとは、はい。石破自民党総裁。10月27日に衆院選ということで、まあ、これは決まりましたね。やっぱり、で、これの前に補正予算を組むんですよね。特に能登に関連したんですね。あとは、まあ、喫緊で言うと、まあ、物価高対策ですね。それいくつかね、やるんですよね。おそらくですね、金融所得課税っていうのは、もう引っ込めざるを得ないと思いますよね。あれも何ですか、これだけ株価がね、マイナスで反応するとですね、もう怖くてできないですよ。だって選挙に勝てないですもんね。だからまあ、あれですね、選挙に勝てればね、その後ね、金融所得課税も待ってるかもしれないです。まあ、はっきり言って、財務省はやりたいですからね。なんですけれども、まあ、ちょっとね、これは石破さんで、問題は勝てるかどうかですね。だからまあ、人気取りのパンダ役でね、小泉進次郎、あれでしょ？選挙対策委員長かなんかしてるでしょ？なんか面白いですよね。しかし、それにしても高市さんが、総務会長をきっぱり誇示したというね、すごいですよね。気合入ってますよね。それと、やっぱその麻生さんが最高顧問を受けたっていうのは、やっぱりこうちょっとね、石破で勝てなかったら、もう許さんぞという、そういう感じですかね。岸田ともども許さんぞみたいな、そういうことじゃないですかね。だから、宏池会っていうか割れてますよね。結局ね。うん、そんな感じですね。それからですね、8月のですね、国内の宿泊者数ですね。これが前年同月を 2.7% 上回って、この1ヶ月で行くと最多らしいですね。うん、やっぱインバウンド収まらない感じですね。それから海外旅行がですね、やっぱ高いんで、国内で旅行するというね。それもまあ、あるのかなというふうに思いますね。それから、まあ、年取っていくとだんだんね、もう海外はいいやって感じになりますからね。まあ、高齢者多いですから、そこはお金持ってますからね。まあ、海外には行かないという感じですかね。あ、クルーズ船はなんか流行ってるらしいですけどね。まあ、大阪のおばちゃんがクルーズ船、また乗るって言ってました。大阪のおばちゃんね、クルーズ船好きなんですよ。うちな、船がな、大きい船がな、動いてな、行ってな、で、まあ、なんやほら、じっとしとって、もういろんなもんが出てくるやろ、ホテルみたいに。まあ、うちはな、もう気分ええねん。な、うち金持ちやろ。そやからな、もうそういうこうなんで、明け前末前言うんか。それでもうあちこちこう、ちょっと、寄ってな、各地こう見て回れるのええやんか。とか言ってね。うん。あんたも行くかみたいな。いいです。ね。大阪のおばちゃんうるさいですからね。
それでですね、あとですね、楽天抜きでは口座がどんどん減ると、連携さらに拡大するって、みずほ証券の社長が言ってますね。はは。そうっすか。しかしながらな、無料だからな。大丈夫かな。それからですね、あとは、楽天グループですね、カード事業でみずほフィナンシャルグループと資本業務提携を検討することで合意したと。まあ、だんだんこれ、みずほが、金融のいいところをこう、ね、抜いていくんですね、おそらくね。そういう意図が感じられますよね。ね。そんな感じですね。最後は、ですね。まあ、社債、その他、借財のね、返済に、ね、全部よこせと。だったら、ね、金出してやるぞ、みたいな。そういうことも、まあ、みずほとしては狙ってるかもしれないですね。怖いですよね。まあ、三木谷さんも強情ですからね。ほんとね。というようなことでございますね。ですね。変動型の住宅ローン金利、引き上げ、据え置き、対応分かれるって言ってますね。まあ、引き上げるとこも、まあ、出てきてるんですね。江崎グリコ出荷停止のヨーグルトなど、11月以降全品出荷再開。出荷停止したんですか？なんかあったんですか？ヨーグルト。なんか、ビフィックスね。知らんな。これ食べたことないな。やっぱりね、ヨーグルトで、やっぱり、美味しいのはですね、ギリシャ系のやつですね。ぬちゃっとして美味しいですよね。私、毎日飲んでるのはですね、あれですね。新潟のね、何でしたっけ。安田ヨーグルトね。あれ、美味しいですよね。飲んだことあります？あれが大好きでございまして。毎日朝ね、ちょっとね、小さいですけどね、一瓶こう、飲むヨーグルトね、飲んでます。江崎グリコのは、なんで出荷停止したの？あ、機関システムの障害ね。あ、なるほどね。まあ、いいんじゃないですかね。よかったですね。はい。ということでございます。それでですね、今日はですね、まあ、とりあえずこの石破ショックでね、えらい下がったんですけど、私の含み益は 107.4% で、ほとんど変わってないんですよ。ね。で、まあ、銀行株がね、やっぱ上げたっちゅうのも、まあ、あるんですよね。まあ、こう三井住友とかね。三分割後のね。一回下がってたんですけどね。で三菱 UFJ とこの辺上がってるでしょ。で、銀行株は総じて上げてるんですよね。九州フィナンシャルグループも上げてるし、セブン銀行すら上げてるという。ちょっと副業が変ですけどね。芽吹きも上げてますよね。ということで、やっぱりあれですね。まあ、金利を、まあ、要するに、まあ、高市さんが、まあ、上げないと。金利を今上げるのはアホだって。アホだって。アホって、関西流ですよね。アホボケカスみたいなね。はは、関西では言いますよね。アホボケカスは、一つなら、つながりの言葉みたいですね。これで、ですね。それでまあ、それが石破に変わって、何ですかね。健全な、何ですか、財政というか、金利のある世界というか、なんか銀行が傷んでいるみたいなことを言ってんですよ、石破。どっかでね。で、銀行は全然傷んでません、言っときますけど、メガバンクはね、ほとんど金利がゼロの世界でも、しっかりと利益を出し続けてきてますから。まあ、全然見てないんでしょうね、本当にね。経済はもうむちゃくちゃ苦手ですね。全く分かってないです。だから大変ですよね。そしてね、武者さんがね、これで言ってますね。石破氏も市場融和政策に転換せざるを得ずって言って。今回の石破ショックも石破氏が岸田氏の新しい資本主義を踏襲し、拙速な利上げや財政再建路線を目指さないとの意思が明確に表明されれば、市場は安心感を取り戻すのではないだろうかと。まあ、これ期待ですね。だけど、まあ、あれですね。選挙に勝たないといけないですよ。だから、そんなね、株価がボンボン下げるようなことはね、矢継ぎ早にね、発言できないですよね。封じられてますね。ですから、まあ、ちょっとね、難しいと思いますね。で、菅さんが副総裁に就任して、あ、副総裁ですね。で、安倍菅政権でアベノミクス路線の実行部隊の一翼になった加藤勝信さんね、財務大臣内定したということで、選挙前に主張してた財政の健全化、プライマリーバランスの黒字化とかね、あと金融の正常化、という緊縮路線を棚上げすることはほぼ確かだと言ってますね。ははっ。というようなことでですね、やっぱ市場がもう急落すると、やっぱその為政者はね、まずいっすよ、やっぱ。なんでかというと、逆のことをやってますんで、要はね、まあ、貯蓄から投資へっていうことを、まあ、促してるわけですよね。で、それはそれでいいと思うんですけど、そうするとですね、多くの人が新NISAでですね、まあ、投資をしてるんですよ。
で、株価が下がったらどうですか？マイナスになるっすよね。そうすると、それは政権は人気なくなりますよね。なので、これね、結構ね、そうですね、マーケットっていうのは、うん、かなり、政治に影響を与える状況になってるというふうに思いますね。それでね、この岸田さんのことについてもですね、武者さんはですね、3年前に分配なくして成長なしを唱えて金融所得課税の見直しを提起し、アベノミクスに対峙して登場した岸田政権は当初の政策を完骨脱退し、ああね、自説の新しい資本主義の中身を総入れ替えしたと。岸田さんはないですから。岸田さん。まさか、あれですよね。石破もないですから。特にこう総合的な、なんですか、経済政策だとか、ね、そういうものは持ち合わせてないんですよ。その場その場なんですよ。でも元々はあれですよ、所得倍増言ってたんですよね。で、むしろアベノミクスの金融財政拡大路線とコーポレートガバナンス改革、市場改革を一段と深めたことで、世界の投資家の信任を高めたんですよね。それで、岸田さんはですね、世界で目立ちたいんですよ。安倍ちゃんが羨ましいんですよ。すごい人気あったでしょ？なので、直前に、選挙の直前にアメリカにも行ってるし、ね。それで、とにかくゼレンスキーさんとね、支援するよみたいな約束までしてきてね。そうするとどうしても政権に影響を与えるですね、ところにいなきゃいけないですよね。今回うまくいったわけですよ。それで、この岸田政権の政策の進化というんですかね。来たるべき石破政権も踏襲せざるを得ないと。さもなければ経済姿勢によって石破政権は短命に終わらざるを得ないと。うん。それじゃなくても短命に終わるように思いますけどね。なんか勝てないと思いますよ、これ。本当に。今回の、要するに、党員党友票で、まあ、要するに、一番は高市さんだったんですよね。でそれが、まあ、要するに、なんて言うんですか、最後、国会議員のね、特に岸とかね、岸田さんとか、ガスのね、暗躍でね、要するに、まあ、どんとね、議員票が乗って、これで、まあ、要するに、石破さん通っちゃったわけですから、そうするとですね、腑に落ちないですよね。外野で見てた国民はね。なので、まあちょっとこう、世論調査見ないとわかんないですけど、なかなか厳しいんじゃないですかね。というふうにまあ思いますけどね。で選挙で負けると、ちょっと、あれですね、その次参院の選挙が、まあ来年あるじゃないですか。ですから、そういう意味で言うと、まあ石破政権ね、結構ぐらつく可能性は、まああるかなというふうに思ってますね。で、まあ、その話はいいんですけど、今日はですね、まあ、5900円も、まあ、下げてですね、それで、まあ、私も含み益は、まあ、ほぼ変わってないというところですね。で、まあ、ちょっと面白い記事をですね、プレジデントですかね、これで見つけたんで、ちょっとそのお話をですね、まあ、ご紹介をしたいなと思いまして、暴落に耐える鋼のメンタルを持つ人の投資基準と、コモンズ、投信に、学ぶというね。まあ、ちょっとタイトルつけてね。で、まあ、お話をしたいなと思いますけどね。こうすれば再び株価大暴落が起きても耐えられる。市場の変化にびくともしない鋼メンタルを持つ人の投資基準ということで、投資は立派な推し活ね。自分の好みで判断してる人は強いと。これだぞ。私ですよね。これ。ということでね。これコモンズ投信っていうのがあってですね。これなんですけど、こういうやつなんですけどね。まあ、なかなかこう、ちょっと、で、これですね、誰がやってるかというと、この人ね、渋沢&カンパニーの CEO、渋沢健さんね。この人が、まあ、設立したんですよね。コモンズ投資ね。で、会長になってるということですよね。というようなことで、まあ、この方が、まあ、書かれてるんですけどね。で、ちょっと読みますけど、夏以降株式市場が、まあ、荒れてると。そうっすね。台風もいっぱい来ましたけどね。雨もすごかったですしね。まあ、いろいろ大変ですけどね。それで、長期投資家の渋沢健さんは、インデックスファンドを買っている人の多くが価格、株価だけを見て、個々の企業の価値を見てないと。価値を見極めて購入していれば一時的な値動きに影響される冷静な判断ができるはずだと。まあ、そうは言ってもね、やっぱり価値を見極めたつもりなんだけど、なんか、おかしいなーっていうところは結構あったりするんですよ。それはね、人間ですから。でですね、投資は世の中の成長を身につけることって言ってまして、投資という英語をですね、まあ、インベストですね。あれ、インベストメントですよね。で、これはですね、元々の意味は、ベストね、直帰ですよね、直帰。この中にインすると。
入れると。直球の中にこう入れると。つまり、これは世の中の成長を身につけるという意味らしいんですよ。本当かなと思うんですけど。本当まあいいんですけどね。いわば日常生活圏外からいろんな視点や成長を呼び込むことができる引き換え券を自分のベストのポケットに入れるというような見合いだと。で、投資初心者にとっては個別銘柄の投資先については、未知の領域であるのが問題だと。だから全体や平均を買うインデックスファンドを買ってしまうと。これは非常に合理的なことのようだけれど、盲点があることを、これ前回言ってんですね。で、インデックスファンドを買ってる人の多くが価格だけを見て、個々の企業の価値を見てないと、まあ見れないですからね、インデックスファンドじゃ。あるいは気にしてないということだって言ってんですね。本来株式市場っていうのは個々の会社の価値創造が反映される場ですから、投資する会社それぞれにあるストーリーや価値を見極めていくことは思いのほか重要です。というか、私はそれしか信用してません。で、そうであればですね、例えば、銀行株、まあ私は半導体系はほぼ手出してないんですけど、まあ、基本的にはまあ成長する銘柄ですね。それからやっぱり、小売回りの銘柄で、それでまあ安定的に収益を出し続ける銘柄ですね。というものに投資して、そういうやり方をずっとやってきてますよね。まあ私のチャンネルをずっと見てられる方は、私の投資に若干こう変化が見えてるのはわかると思うんですけど、それはちょっと時期に応じて変えていかなきゃいけないですよね。まあちょっと前までは本当にミックスケース8みたいなのを基準にやってました。これもね、まだ有効性はあると思うんですよ。ものすごく株価が下がってきたら有効になると思います。だけども、まあ今のところはですね、私はどっちかというと、PR ですね、がまあ、17倍以下。それから、そうですね、営業利益率と売上の伸びがですね、2桁ね、できれば 20% 以上がいいですね。というような銘柄を、まあちょっとずつ買うと。それによってですね、要するに、爆発的な成長ですね。と、まあ、株価の成長ですね。やっぱり2倍株、3倍株を、まあ、たくさん作っていくっていうね。そういう、農業の心もですね、早く育つ、ね、早く育つ種を植えてると。ね。いうふうな、まあ、やり方に、ちょっと今切り替わっておりますね。それでですね、投資も立派な推しであると。まあ、これはなかなか名言ですね。推し活ね。例えば私たちには好みがありますと。いろんなドラマとか映画を見て。ね。私もトラさんとかね。トラさんは何度見たかわかんないですよね。もう、おそらく10回ぐらいは見てると思いますよ、生涯でね。あと、ハマちゃんね。好きです。ね。ということで、特にハマちゃんのですね、何ですか。気持ち悪い、何すかね。裸ダンスね。あれはもう最高ですね。ハマちゃんとか言いながらね。ドゥン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 とかってね。面白いですよね、あれね。まあ、後で見ようかな。いろいろなドラマとか映画を見て、この役者がいいとか、ストーリーがいいとか、監督が好きとか、まあそういった違いを見つけて、こちらから好きになっていくっていうことですよね。好みっていうのは。ですけど、株式投資になると、まあ YouTube の、まあ私のチャンネルみたいな感じですかね。それを見ただけで満足していると。極端な話になると誰かのチャンネル一択で投資先を決めてしまうと、そう、よくないですよ。ね。私も外れますから。で、そういうことでね。でもちょっと待ってほしいと。株式投資にも好みがあっていいと。個々の会社のストーリーを重視し、自分の好みに合った企業の価値を見つけられると、がぜん別の側面が見えてくると。この会社の価値と個性が好きだから、私はこの株を買うのだと。ただですね、そうは言ってもですね、これ難しいっすよ。私もね、簡単じゃないです。例えばこう、アパレルだと、割とストーリー見えるんですよ。まあ自分がいた業界なんでね。なんですけども、ちょっとそこから外れていくとね、自分が全く知らない世界じゃないですか。で、そのストーリーがですね、まあ例えばプレゼン資料で書かれてるそのストーリーは、ものすごくよくまとまってて、うん、もうまさに素晴らしいなと、いいな、みたいに思えるんですけど、しかしながら中にいないというね、からその業界のその全体をまあ、知らないというところがあって、正直言って半信半疑なんですよ。だからストーリーは妄信できないんですよね。まあ私はよくシナリオと言うんですけれど、まあそのいいシナリオの会社ですよね。で、今の私が言ういいシナリオっていうのは、まあ、基本的には売上も、2桁増、営業利益率も、2桁で2桁増だから2桁2桁2桁ね。これがやっぱすごい重要だというふうに思ってるんですけど、まあこれは外形的に判断できますからね。それとストーリーを比べるんですよね。で、そのストーリー、このストーリーで
この、要するに成長が持続できるかどうかと。まあ、そういうふうな考え方をするんですけど、しかしながら、本当の意味でですね、じゃあそこの会社の、業界のこととか会社のことを、しっかり分かってるかっていうと、やっぱ分かってないと私は思うんですね。この分かってないんじゃないかっていうところは、すごい重要だというふうに思います。しかしながら、このストーリーやシナリオを無視してですね、株価だけで買うとですね、やっぱ失敗しますね。というふうに思います。まあ、投資も立派な推し活だと言ってますけど、ですから、たとえ相場が崩れても、その時はより低い値で、その推しの価値をより多く購入できる機会になります。まあ、ですから、一気にね、まとめて買うっていうのは良くないですよね。だからこう、自分がもともとこう持ってもいいなというですね、ボリュームですね。資金管理ですね。一番重要なのは資金管理です。株数で、何株買うんですか？いろいろさ、みたいな質問が、まあ、来ることがあるんですけど、その時答えてるのは、最低300株は買ってくださいと。なぜかというと、100株は、もう、それを売ってしまったら終わりなんですよね。でも300株というのは、例えばその300株買ったのが、例えば2倍になった時に、100株だけ売って、あと200株を、残しておいて、次にその、さらに倍になるのを狙うことができるじゃないですか。ですから、最低300、必要です。で、できればですね、まあ、500から1000、あるいは、まあ、1200とか、それぐらいね、か1500とかね。まあそんなようなですね。まあでもそれがですね、一挙にその買うんではなくて、まあこうちょっと分割してですね、買っていってもいいんじゃないかなというふうに思ってますね。で、上がっても下がっても自分の好みに根ざしていれば健康的な現状把握ができるのだと言ってますね。まあそれはその通りなんですけど、でもちょっとこの好みはひょっとしたら、変な好みかもしれないと。ね。関西風のお好み焼きだと思ったのが、広島風のお好み焼きだったみたいな。なんで、もやしが入ってるんだみたいなね。ああね、そういうことだってあるでしょ。なんでまあね、自分の好みも疑わなきゃいけないと思います。ね。はい、次ですね。個別銘柄を選ぶときのこのポイントについてね、実践の話ですね。投資信託を、この人、コモンズ投資やってたのに、投資信託を買うのもいいですけどって言って、前述の通り応援したい会社があれば、個別銘柄を買う選択肢もありますと。だからこの人はあれですよね。投資やってながら、自分のところの投資に進めるんじゃなくて、個別株を、大事にしろよって言ってるんですよね。で、個人投資家が個別銘柄を選ぶときの参考までに、私が仲間たちと16年前に立ち上げた長期投資の運用会社、コモンズ投資の選び方を紹介したいと。世代を超える価値創造を担う日本企業30社。なんか、ですね。当社ではコモンズ30ファンドとして、それら30社に投資しているアクティブファンドを運用している。アクティブっていうのはですね、銘柄の比率をですね、頻繁に入れ替えたりする。ということなんですね。で、パッシブっていうのは、市場平均通り。ね。市場平均。っていうやつですね。市場平均っていうのはですね、攻められないんですよ、誰もね。大体投資っていうのは人のお金を運用しますから、例えば年金ファンドですと、3ヶ月に1回四半期ごとに説明に行かなきゃいけないですよ。で、なんでお前これ買ったんだとかね。これはもう全体的に何だっけ、日経平均というかトピックスを下回ってるじゃないかと。いうこと言われるんですよね。だベンチマークいつもトピックスなんですよ、大体ね。それで、まあ、それが大変だって言ってました。ね。ハンドマネージャーね。もう、そうおっしゃいますけどですね。もう3ヶ月に1回言われるんですよ。3ヶ月に1回、その、成績を通ってたら、2倍、3倍株なんかつかめないよって言ったら、いや、その通りなんですけどって。で、その時に私は、個人投資家圧倒的に有利だなと私は思ったんですよね。で、運用ですね、この、コモンズ30のね、実績は15年なんだけど、設定来の年率リターンは 12.77% ね。これ悪い数字じゃないですけど、この期間のトピックスの年率リターンがですね、11.14% ですよね。ただね、市場平均に、まあ、2% も勝てない。まあ、2% ぐらい勝ってですかね。3% 勝てないんですよね。だから、11% とか 12% 以上、例えば、まあ私も今年おそらくこれから配当も入ってきますし、若干年末に向けて少し益出しをしますんで、そうすると、まあこう、例えばこう実現益でですね、まあこうリターンというのは実現益ですから、多分15、6% ぐらいは、まあ大体普通に出せるんですよね。そういうことで、まあ日経平均225は 11.48 なんで、まあ要するに、まあ要は、自分のところの 12.77% が年率リターンで勝ってるよと。設定来ですよ。だからまあ平均してずっと 12.77 出してるということなんですけど、まあそれ自体はまあ、まあ立派ですけどね。アクティブファンド大体負ける場合が多いですけどね。インデックスファンドより高い実績を持ってると。この30社については設定来半分ほど
が変わっていないと。そうですね。会社入れ替えてないってことですね。投資対象の30社を選ぶときは、レイヤーで考えていくと。ああ、なるほど。まずは収益力だと。あ、これ、正解ですね。会社が儲かってることだ。当たり前ですよね。これ当たり前のことですけど、そこには競争力が必要だと。あ、なるほどね。競争力を高めるには当然経営力があって、社内外の対話力が不可欠だと。ああ、対話力ね。そのベースには会社を支える企業文化があると。深いですね、なかなか。そこまで突っ込むんですか。しかし、そんなインタビューでわかるんですかねと思うんですけど、まあいいんですけどね。企業文化がいいとされてた会社とか、東芝なんかそうですけどね。なんか、ひどいことになりましたよね。オリンパスも一時ね。とにかくIR ではベタ褒めされないような会社がね、不祥事を起こしてね、どうかなることは多々ありますね。やっぱり信用ならないですよ。この一つのレイヤーから我々は投資委員会で、ケンケンガクガクじゃないですよね。それで、意見を交わして全員一致したら、選択して全員一致しないと選択しないと。あ、なるほどね。全員一致が条件と。なんか、日銀の、政策決定会合みたいですね。このように合議制で、進めてると。ちなみに全員が一致するのは難しいけれど、世代を超える30年投資について一人の目線だけに任せることはできないと。なるほどね。まあ、私は一人でやってるんでね。どうかなと思います。で、会社の価値を教えてくれる PBR ね。なるほど。ただし、収益力は氷山の一角だと。その界面に見えているのは数値化できる財務的な価値だと。見える価値は過去の結果から出た数字で、もちろんそれも大事だけれど、これから10年、20年、30年先のことを考えると、それだけでは不十分だと。ああ、そう。収益力だけじゃ不十分なんですね。競争力や経営力といった経過だけじゃなくて、なかなか見えない根幹の価値に投資することが自分たちの役割だと思っていると。そのために 大切にしているのが対話だと。なるほどね。対話してますよ。丸木くんとか。村上くんとか。激しい対話。ね。対話というか、恫喝というか、脅しというか。投資先企業がいかに価値創造しているかを知るために、各企業との対話に時間を割いていると。ああ、まあ、これ腰が座ってますよね。いい投資家さんですよね。JP モルガンとかにいたとは思えないな。ね。ゴールドマンサックスとかね。これまでいろいろな会社と対話を重ねて、やや残念に思うのは、いいものを持っているのに生かしきれてない。ああ、もう多いです、それは。本当に多いです。ね。それはね、外の人はわかるんですよ、それがね。だから中の人がわからないんですよ。意思決定が遅い。あ、これも多いですね。あるいは会長の肝入りプロジェクトだから、おいそれとはいじれない。それはもう絶対あります。ね。会長に逆らったら、まずいとかね。はい。で、それは個人投資家がそれを見抜くヒントは PBR。株価純資産。ああ、なるほど。ここへ来るわけですね。PBR とは企業の株価と純資産の比率を示す指標で、株式市場から見た企業価値の期待値への判断材料になると。つまり PBR が1倍ということは、資本市場から見てその会社の価値は財務的な見える価値になる。悪くはありませんと。だけど、1以上だとですね、将来高まる価値があるというふうに、まあ、こう、ジャッジするんですね。要するに、資本市場から見ると、見えない価値に対して評価があるということだと。一方、PBR が1割れていると、まあ、0.5 とかね、三強成功とか。ね。あと、オンワードもまだそうですよね。その会社はですね、見える価値を毀損しているという評価になるということですね。聞いてます？井上社長。ね。ですから、まあ、私はオンワードはね、良くなると思いますよ。必ず。まあ、要するに、マーケットをちゃんと向いてますしね。個別銘柄を選ぶときに PBR に注目することは、見えない価値を見るための重要な判断仕様になると知っておいてくださいと。ただ、その企業が見えない価値を可視化できて、財務的な見える価値として可視化できる可能性が高まれば、PBR1 割れは割安で買い材料になりますと。つまり、まあ、その潜在的にですね、それをですね、まあ、こう、自社のですね、持ってる、その、財務力ですね。これをですね、テコにして成長していくというところが、これからですね、顕在化していくと見なせる場合は、逆に PBR が1倍割れてるのは割安と。例えば、銀行株だと、まあ、これから金利が上がるよね、という地点がありましたよね。だから、その、三井住友だって3800円台とか、あったわけですよ。それがもう1万円のところまで行ったわけでしょ。で、あの時点で、やっぱこれから金利が上がっていくよね、と。そうすると、銀行の収益力が上がっていくよね、っていうところで、やっぱその、PBR が割れてると。という状態はですね、すごく投資しやすい状態ですね。地銀でも今そういうところがいっぱいありますよね。そういうことを言いたいんだと思いますね。はい。で、これ最終ページなんですけど、ですね。
その先のストーリーが買い材料になる。繰り返し述べている見えない価値を一言で表すと何かと。それは人だと。まあ、そりゃそうっすね。そこで働いてる人だと。それが大事ですね。なぜなら人がいないと価値を作ることは不可能だからと。まあ、真っ当ですね、この人。こうやってちょっと顔もう一回見して。渋沢さんね。渋沢健さんね。テキサス大学ね。JP モルガン、ゴールドマンサックスですよ。バリバリの外資系ですけどね。そうなんだ。でもなんか渋沢栄一になんか傾倒して本を書いてるみたいですけど、なかなかですね、言ってることがね。すごく、アグリーします。ならば、人の価値を可視化する深掘りが必要ではないかと。岸田政権の新しい資本主義実現会議で提案したところ、人的資本経営の考え方の流れが生じ、あ、そういうことなんですか。2023年3月から大手企業、約4000社を対象に人的資本の情報開示が促されたと。まあ、ちょっと今一ですけどね。本来人的な情報開示は人事部が持っている内部を管理する数字だと。それを外向けに出すことには各企業の経営者や人事部は戸惑ったと。しかし私が長期投資家の立場として経営陣や人事部の方にお願いしているのは今のリアルな状態を見せてくださいということだと。現状が満足できていない状態でも将来目指す先はより高い次元だという道しるべがあれば、それを期待値が買いの材料になるからです。だからこそ戦略などをめぐる対話が求められてくるということなんですよね。そうなんですよ。で、株式投資を始めたばかりの人は、積み立て投資であっても、決してほったらかしにせず、それぞれの会社の個性を調べることをお勧めしますと。なるほどね。100社あれば100社のストーリーがあると。過去のストーリーだけでなく、未来のストーリーも予測してみると。なるほどね。新ニーサが会社のストーリーを知る好奇心の扉になってくる。これも個人投資家にとって何よりも大切なマインドであるというでしょう。っていうか、まあその、マインドというよりもですね、個人投資家の方がですね、大きなお金をですね、預かって運用している、人たちよりも。だからこのコモンズ同心っていうのはちょっと特殊ですよね。おそらく。アクティブで、なおかつですね、なんていうんですか、いわゆる長期投資ですよね。本質にアプローチして投資したいという、そういう考え方ですよね。まあ人ですもんね。人は石垣、人は城でございますんでね。会社ってやっぱ人なんですよね。だから社長が変わるっていうのはすごい大きいんですよ。本当に。なので、まあ、セルムという会社にね、私投資したんですよね。で、ここはですね、なんで投資したかっていうと、この人的資本経営ね、これが一つの流れなんですよ。まあ今日17円下げてますけど。そうすると、私はですね、まあこういうですね、会社はですね、これから伸びるだろうなというふうに思うんですね。で、まあこう実際ですね、ここで、営業利益率もですね、これ、こう、ざっと見て 15% ぐらいありますよね。だからまあ、こういう会社はですね、今後まあ、伸びていくんじゃないかと。まあ、幹部層の教育、あるいはその、まあ、こう、新入社員ですね、それの教育ですね。まあ、それをですね、まあ、プロも交えて、その時々に応じたですね、プロをですね、それでまあ、こう、連れてきてですね、それでもって、この幹部の育成を支援すると。で、幹部の育成がですね、意外と、できてないところが、会社って多いんですよ。意外と。っていうのも、結局人事部の人って、人事部一筋みたいなところあるんですよね。ただ営業現場がわからないとか、商品開発の現場がわからないとか、そういうことが多いんですよ。そうすると、どういう判断でやっていくかというと、要するに、なんですかね、欠勤が少なかったとかね。そんなね、部下の評判がいいとかね。なんか試験の成績がいいとか、そんなことになるんですよね。あとは、ま、人当たりがいいとかね、評判がいいとか、まあ、そんなんですよね。で、それじゃあね、少し尖ったやつとかね、肩からはみ出た人間とかね、そういう人が出てこないと、やっぱ会社って、成長していかないと思うんですよね。なので、このセルムという会社はですね、今求められている会社だなと思って、私は投資をしてるんですね。ですから、まあ、これま、全力投資はやってませんので、まあ、もうちょっと下がったところが来ればですね、これちょっと下げ気味なんで、これは、あれですかね。分割やって、さらに下げていってんですよね。なんで、まあ、こう、さらに下げたらですね、もう一回ね、ちょっとこう、投資をね、さらにこう、プラスしてやっていこうかな、というふうに、まあ、思ってるんですけどね。765円だった。ということは、私の、あれですかね、銘柄数が増えてるってことですかね。最近、分割された。忘れてたな。ちょっと待って。セルムさんね。セルムさんは、あ、増えてる。倍になってますね。いいんじゃないですかね。ということで、ございます。ということで、今日ね、なかなかこれはね、面白い。この渋沢健さんね。
このコモンズ同心ってね、コモンズ同心はね、私なんか会ったことあるような気がするんですよ。なんか知ってますもんね。だからまあこの渋沢健さんにもあったのかもしれないです。どっちかというとブティック系の、あれですね、ファンドですね。まああまりその大きくはないっていうね。そういう感じですけど。やっぱですね、何千億というね、まあそういうようなその資産運用っていうのはですね、もうやっぱり大変なんですよね。で、長期投資もしづらいしですね、やっぱり、ちゃんと勝っていくには、やっぱこう、そういうね、楽天グループとの対話の場とか持ってますよ。ほんと？大丈夫？2009年10月から15年も投資してるんですか？もうそろそろ売った方がいいんじゃないですか？大丈夫かな？危ないな、これ。と思いますけど。わかんないですけどね。はい。まあ、ここは人っていうより、三木谷さんが問題です。ね。というふうに思います。はい。ということで、今日はちょっとね、この渋沢健さんのね、お話をね、ちょっと紹介しました。まあ、ですから、市場平均に大きく勝ち続けるというのはですね、個人投資家はですね、しっかりと、会社のシナリオを読むことが、まあ、できればですね、十分できますんで、まあ、とにかくね、そう思ってね。そうするともう、平均を買ってるとですね、平均が下げると一緒に下がるんですよ、資産がね。だけど、平均を買ってないとですね、平均が下がってもですね、そんなに自分の資産は、下がらないと。そういうことはもう多々ございますので、ぜひね、ご参考になさってみてはいかがでございましょうかね。はい。で、今日のね、小倉百人一首ね、これが、この、行くも帰るも別れては、知るも知らぬも大阪の席と。これはもうメイクですよね。これはね、セミマルという人らしいんですけど、お坊さんみたいですね。宇田天皇の、巫女だったみたいです。あ、巫女に仕えたんですね。で、醍醐天皇の巫女という説もあるらしいです。この句はですね、五泉集というところに、まあ、入ってるんですね。で、これが都から、東へ、ね。もう昔は東京は、あれなんですよ、田舎なんですよ。ね。東へ下っていく人もですね、都へ帰ってくる人も、行くも帰るもですからね。顔見知りの人もそうでない人も、会っては別れ、別れては会うという、この名の通りの大阪の席なのだなぁ、というね。大阪の席。大阪の席ってのは、どこにあるんですかね。これがね、よくわからないんですけどね。大阪の席ってどこにあるんですか。大阪の関。大阪の関は、山城国と大見国の国境となっていた関所らしいですね。なるほどね。どの辺？あ、この辺ね。大津の近所ですね。ここに関所があったんですね。都に入るためのね。そういうことみたいですよ。だから、決してですね、関西のおばちゃんの大阪ではないですよね。というような、まあ、ことでございまして、まあ、終わりたいなというふうに思います。はい。元上場会社社長のゆるゆる株式投資日記。まあ、変なチャンネルなんですよ。最後ぐらい100人一年できてね。まあ、私の好きなようにやってるんでね。それでもまあ、面白いなぁとね、聞いててもいいかなみたいな方はですね、ぜひチャンネル登録をしていただいて、高評価ボタンお願いします。あとですね、メガリクエストね、募集してますんで、興味が抱けるものが来たらですね、ぜひやりたいと思いますんで、お願いしたいなと。いうふうに思います。全く来なくなったんで、寂しいっすよね。それはそれでね。興味のないのしかやらないよとか言ったらね。ということでございます。わからないじゃないですか。興味があるかもしれない。ね。というようなことで、本日も長時間ですね、ご視聴いただきまして、誠にありがとうございました。まあね、選挙でね、自民党が大敗するかもしれないです。それはそれでね、まあ何ですかね。立憲民主党とか政権になったら、もう株価にもっとネガティブですよね。本当に。なかなかね、難しい時代でございます。この合いに負けないといけないというね。ははややこしいですよね。ということで、終わりたいと思います。お腹も空きましたしね。今日はサーモンいくら丼食べます。ね。ということで、終わりたいと思います。ではでは。